ジュネーブ音楽院の建物。現在のジュネーブ高等音楽院。ジュネーブ高等音楽院は、スイス連邦ジュネーブ州ジュネーブにある、音楽専門の高等教育機関である。ジュネーブ高等音楽院は、ジュネーブ音楽院を母体に2009年に設立された学院であり、その期限は1835年にまで遡る。スイス高等学院特殊部門に属する。 同学院の学位は、スイス連邦によって認められており、欧州の高等学院と同等の価値を持つ。大学、大学院があり、プロフェッショナルとなってからの音楽研究や、様々な音楽講演を行っている。また、ヌーシャテル州ヌーシャテルには、ヌーシャテル別校もある。ジュネーブ高等音楽院の母体は、1835年に、フランソワ・バルトロニの出資によって設立された。 ジュネーブ音楽院である。また、1915年には、教育者、音楽家であるエミール・ジャック・ダル・クローズによって、音楽と動きの部門が設けられた。欧州でも、音楽院の先駆けの学校の一つであり、以下のような有名な音楽家がその教壇に立った。プラスヌーブにある音楽院の建物は、1855年に、パリの建築家ジョン・バティストル・シュアーによって建てられた。 ジュネーブ国際コンクールは1939年に設けられた。高等音楽院の小楽器科は1975年に作られたジュネーブ市民音楽院を前身とする。高等音楽院は2002年よりスイス高等学院特殊部門のシステムを導入した。ジュネーブ高等音楽院の学科の扱う歴史的及び音楽スタイルは古くは小楽器科の中世の音楽から新しくは 現代音楽の創作にまで至る。高等音楽院には6学科がある。音楽院では、大きい編成では、シンフォニーオーケストラから、還元オーケストラ、バロックオーケストラ、合唱、小編成の合唱、現代音楽のアンサンブルなど、年間500ものコンサート、リサイタルソロ、アンサンブルの公演を行っている。欧州共通の教育機関では、学士を3年、 修士を2年と定めている。高等音楽院には6つの学部、大学院の部門がある。ジュネーブ州立高等音楽院は、以下の大学、機関と協力している。ジュネーブ大学音楽院は、欧州高等音楽院のアソシエーションに加入しており、国内外の定型音楽院も数多い。定型音楽院内での交換留学制度、エラスムスもあり、姉妹校は、 アメリカ合衆国、カナダ、ベネズエラ、ブラジル、中国にまで及ぶ。ありがとうございます。